イケメン戦国武将トップ5、織田信長。身長は170センチで体は華奢。宣教師が描いたとされる信長の肖像画はダンディーなイケメン。妹のお市の方は戦国一の美女と言われるが、信長の弟しかり、織田一族は美形だったそう。前田利家、端正な顔立ちで180センチと長身。細身で整った容姿から、若い頃は織田信長に寵愛されていたこともあるらしい。明智光秀、娘のガラシャは絶世の美女で有名。宣教師によると、光秀の子女はまるで貴族のように見えたそう。美形の親はきっと美形ということで、若い頃の光秀も貴公子だったのではないか、と言われている。長宗我部元親、元親は背が高く、色白で物腰柔らかく、容姿も良さは比べるものがないとされている。これは1708年に書かれた土佐物語によるものだが、息子の信親も180センチのイケメンらしい。直江兼続、彼も180センチ超えと高身長で、見た目は比べるものがないほど麗しかったそう。強くてイケメンは最強。